どうもデイジです。今日は8月2日月曜日、アイスバーの取引ができるようになりました。ちゅうわけで、アイスバーがどんな風に取引されるのかっていうのをお伝えしたいと思います。そもそもアイスバーっていうのは毎週日曜日だけですね、このパルミアのアイスバー商人さんから買うことができるんですね。投資レベルによって買える数が違うみたいなんですね。ちなみに僕の投資レベルは69あるんですけれども、買えたアイスバーは43個でした。買ったアイスバーはどうやって売ることができるかっていうと、フレンドにね、取引の申し込みっていうのを送らなきゃいけないんですよ。で、取引の申し込みを相手が許可してくれたら、こんな風にプレイヤーによってね、売れる値段っていうのが全部違うんですよ。なるべく高く売れる値段のお家に訪問しまして、で、訪問先のこれ下級執事さんでアイスバーを売ることができるんですね。で、アイスバーを1本売るごとに遊女ショップで使えるお金が1ポイント貯まるっていう感じでございます。自分だけが得をしたければ、とりあえず一番高い人の家に行って全部売ってしまうことがいいんですけれども、アイスバーを1本でも売った相手には取引成立っていうマークがつくんですね。このマークがついた相手も FS が2ポイントもらえるんですよ。この取引成立の2ポイントもらえるっていうのは、同一人物からは1回のみ。これが1日1回なのか週1回なのか分かってないんですけれども、なるべく多くのフレンドのもとに1回ずつアイスバーを売りに行ってあげると、あ、この人うちのところにも売りに来てくれてフレンドポイントくれるから自分も売りに行ってあげようみたいなやり取りが自然と生まれると思うので、みんなが美味しい思いができるっていうシステムではありますね。で、もう一つの新しいダンジョン要素はこちらです。神々の9センチから行けるこの猫さん、富の長寿金さんから行ける衣装ダンジョンっていうところに行けるようになりました。これはダンジョンをクリアしたらもらえるポイントを集めて、この高級能力だったりとか素材箱だったりとかを買うっていうような、そんなシステムですね。衣装ダンジョンっていうのは月曜日火曜日と金曜日土曜日に1日1回入ることができるので、なるべく取り逃さないようにしておくといいと思います。とりあえず1個下の116レベルに今回は入ってみましょうと。となると衣装効果っていうのがありまして、ほらこれモンスターの速度プラス100、主能力プラス 80% とか書いてるんですよ。これかなり敵が強力になっていたりとかするので、ちゃんと準備してね、戦うのがいいですね。で、衣装ダンジョンっていうのは残りのターン数が2000ぐらいと短いんですけれども、これ層がたったね、3層とか4層とかそれぐらいしかない、かなり短いところなんですね。なのであんまり残りターン数は気にせずにパパパッと終わらせて、はい、これ衣装印紙だったりとか追加でもらえるアイテムとかを全部受け取ってパパッと帰りましょうと。この衣装ダンジョンでもらえるアイテムっていうのが結構高級能力だったり素材だったりとか、痒いところに手が届くっていう感じの報酬がもらえるので、ここは忘れずに月曜日火曜日金曜日土曜日に1日1回ずつ入っておくといいと思いますね。ちゅうわけで、前回紹介しきれなかった新しい要素の衣装ダンジョンとアイスバーの紹介はこんなところでございます。また毎日ね、やることがちょっと増えちゃったかなっていうところではあるんだけれども、アイスバーとかはね、かなり金貨を集める、自分が売るにしても相手から売ってもらえにしても旨味があるっていうようなシステムですので、毎週日曜日はしっかりねアイスバーを買っておくといいと思います。というわけで、今日の動画はこれぐらいにしておきたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバーイ。